ビスメアの宣戦布告から数日後、街にはアビスメアの曲が流れ、人々は彼女たちの挑戦を誰が受けるのか口々に噂している。そしてそれは、私たちの通う妖馬学園も例外ではありませんでした。みんなアビスメアとピキピキのことばっかり。仕方ないでしょ。負けたとはいえ、ピキピキはあのアルテミスと僅差の勝負をしたんだから。私たちも D4 フェスではピキピキの次にポイントが多かったのに。ねえ、イブキ、私たちにもアビスメアの招待状は届いてるんでしょ。うん、前回 D4 フェスに参加した全ユニットに送られてるみたい。じゃあ私たちも挑戦を受けるの？マネージャーからは自分たちで決めていいって言われてるけど、まだ受けるかどうかは。無視すればいいんじゃない？いきなり来日して上から目線で勝負を挑むとか、いくらなんでも失礼だよ。でも確かにすごいパフォーマンスだった。それにこのまま無視したら勝負から逃げたって言われちゃうよ。言いたい人には言わせておけばいいの。大体みんなピキピキとアビスメアの勝負にしか興味ないでしょ。だから悔しいんだよ。私たちだってアビスメアに勝てるかもしれないじゃん。それは私たちもピキピキみたいに大きな大会で優勝してから言うべきだよ。そうね。それにピキピキに一度も勝ってない私たちがアビスメアに挑んでもいいのかな。じゃあさ、次のイベントでピキピキに勝てばいいんじゃない？ピキピキも参加する大きなイベントはしばらくないわね。次回の D4 フェスもいつ開催されるかわからないし、優勝したアルテミスが消息不明のままじゃんね。シャノさんとも連絡が取れないんでしょ？うん。復活したアルテミスがこれからどういう活動をしていくのか、アビスメアのことより今はそっちが優先なんだと思う。ネットではあの4人が海外のスタジオにこもってレコーディングしてるって噂も流れてる。じゃあ私たちこのまま何もしないままなの？今は毎日のレッスンを頑張るしかないんじゃない？そういうこと。周りの声は気にしないようにしよう。じゃあそろそろ教室に戻ろうか。あれ？掲示板の前に生徒が集まってる。そういえば、もうすぐ生徒会選挙が始まる時期だね。結構注目されてるんだ。うちはもともと立候補が少ないから、生徒会長は人気投票みたいな感じなんだって。名前ありますよ。え？誰の？伊吹さんの名前、推薦候補に。私の？やったね、伊吹、人気あるじゃん。いやいや、生徒会長なんて無理よ。フォトンメイデンの活動だってあるのに。生徒会長になったからって学外の活動に支障はないでしょ。それはそうだけど、もしかしてみんなも推薦した？うん、した。私も推薦しました。他にいないよね。はあ、辞退しようかな。でも私たちの推薦だけじゃないでしょ。他の生徒からも推薦されてるのに辞退しちゃうなんて、伊吹はそれでもいいの？人ごとだと思って。まさかこんな形でフォトンと争うことになるとはね。京子？争うってどういうこと？まだご覧になっていないんですね。実は京子も生徒会長に推薦されているんですよ。京子が生徒会長に？